ギャルじゃん、かわいい。かなり夏っぽメイクだと思います。めっちゃいいね。みなさんどうもこんにちは、アンエイリです。ということで今回はパーティー Vlog、 パーティーが3つぐらい4つ3つ3つかなあるので、うん、今日は大阪に来てて、はい、このサングラス、私たちいつも韓国で行ったらいつも行く韓国ナンバーワンブランドだよね。もうほんとそんな感じがする。レンタルモンスターが大阪阪急梅田にオープンしたということで、ついに日本上陸、イエーイ、遊びに行きます。嬉しいです。楽しみだね。どんなね、どんなんなんだろう。なんか韓国のそうそう店舗もさ、すごいもんね。すごいから、日本はどんな感じで上陸したのでしょうか。楽しみです。今回のこのジェントルモンスターのイベントでは、大阪のセンさんという美容室で髪の毛のセットアップをしていただいたんですけれども、ゆりなちゃんはこういう感じ、2人とも三つ編みが共通テーマ、こんな感じです。すごいね、やっぱヘアセットしてもらって全然違うね。私服は、私たちはパーティーはだいたい私服が多いよね。寒くてさ、寒いよね。この半袖で行こうかな。さすがにちょっとなかった。あ、なるほどね。髪来たけど無理だわ。なかった。じゃあ会場着いたら、いのちゃんはこんな感じになるよって。衣装がある時もあるんだけど、今日はサングラスブランドなので。これがニュー、ちょっとあのゲットできるやつってことだよね。かわいいね。かわいい。アンナちゃんは髪の毛、リボン、おろしスタイルかわいい。あの、このリボンはジェントルモンスターの箱についてるやつ。まあピンクなんだね。のピンク、今回は私もつけたけど、ピンクって目立つね。ね、今日服が黒かったから。服はかわいい、3枚アンブッシュのセットアップです。いいね。もうナイキも、ナイキアンブッシュです。スニーカーもいいね、かっこいい感じ。韓国っぽいんじゃない。そう、なんかジェニーちゃんを意識しました。うん、いいですね。サングラスはこちらです。かわいい横ね、かわいいよね、うん、ゴテゴテ。こんな感じで今日は向かいます。行きましょう、行きましょう。はい、お店に到着しました。いや、すごい、お店があった。たらーん。韓国にもすごいのあるけど、日本にも来たね。ちゃんとこういうオブジェがあってびっくり。すごい、動いてるよ。迫力半端ない。こういうのがでもジェントルモンスターだなって感じするよね。そうだね。展示がサングラス以外にたくさん、ね、すごい、種類もすごいいっぱいありそう。私たちがつけてるシリーズはこれ。そうだ、ゴールド、ゴールドシリーズ。このなんか宇宙。あ、でも韓国でアヤヤンとかこれゲットしてたわ。そう、いるのこれ悩んだもん、これ、ね、私もめっちゃこの、これが今うちらがつけてリボンがピンクなんだけど、そう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 、パッケージがピンクなんだよね。 それも可愛いの。買って帰ろうよ。確かにゲットした。日本で買えるんだよ、だこんなにいっぱいあるなんて。これ欲しかったんだよね。どう、可愛い、紫だよね。紫、紫だ。色可愛い。このさ、横のキラキラ超可愛い、ね。やばい、これ韓国で売り切れてたよね、この辺。あ、そう、韓国で売り切れ続出だからね、かなり。日本でゲットできるの。やばい、何でもあるんだけど。ピンクも可愛い。ピンクもある。あ、可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。迷う、迷う。普通に買い物しよう。この形も可愛いし、本当にいろいろある。どうなん、あのお値段はこんな感じです。はい。韓国と変わんないんじゃん。変わんないかも。そんなお手頃なことある。中見る。すごい、中もさ、カーペットだよ、カーペット。すごいね。超いっぱいある、超いっぱいある、超いっぱいある。あ、これは私たちがめっちゃ愛用してるやつじゃない。これ超使えるやつ、ね、これ今日私持ってきたやつ。これ超愛用してる。これゆうちゃん持ってるやつじゃない。これ持ってる、ね、この前買ったばっかり。だからとにかく本当に量がめっちゃあるから、いいね、韓国に行かなくてもゲットできるよ。でも、それが気になったら全然いい。
あ、手つけたよ。本当だね。わあ。おめでとうございます。嬉しい。It's the same collection. Sorry. あ、そう、第2弾ですね。うん、そうです。これが超いいやん。かわいい。おわー、どうなってるかな。かっこいい。サングラスチェンジしました。かわいい。第2弾の方法。第2弾。じゃあ違うやつにしようかな。クロエさんにおすすめを聞きましょう。カラー、じゃあピンクにしようか。ピンクの、ピンクでも、あ、キラキラなんだ。キラキラだわ。可愛いですけど。キラキラ、キラキラ可愛い。これ縁がキラキラしてるんだ、可愛い。こういうの持ってないの私、欲しいか。色持ってないじゃん、いいね。Thank you, thank you. 感謝。ゆりのちゃん。What color do you like? え、カラー？ Yeah. Or shape maybe? Shape? Shape. わかんない。助けて。Oh, if you like. いや、ユニークなやつがいい。Yeah. Try like this. Wow. すごい。Yeah. 何これは。It's very cool.超かわいいんじゃないですか。かっこいい。モートっていう色です。うわ、めっちゃ似合ってるよ。超かっこいい。マジ、なんかこうゴーグル系ってさ、こうやってやっても可愛いよね。うんうん、ここにあって確かにかわいい。かわいい。え、超かわいい。かわいい、かわいい。めちゃめちゃグッド。うん、嬉しい。スーパーナイス、かわいいです。グレー持ってない。それかわいいじゃん。メインラインでできないことをこのボールドコレクションでやるだけなんです。なのでボールドコレクションは、ジェントルモンスターのちょっと尖った、コレクションラインです。なのでディテールでそういう欲しさ、前第一弾は欲しさ、これ超かわいい。キラキラが出てます。色変わったりするとか。色かわいい。かわいい。それ韓国でめちゃめちゃ悩みました、ゲットしようか。かわいい。もうお店もめちゃくちゃ大盛況。今日オープンだよね。すごい人です。人がいっぱい来てて、みんな早く来た方がいいよ、ね、絶対早く来た方がいいです。かわいいのはすぐなくなってしまうと思うので、わざわざ大阪に来てでも、うん、超いいぐらいいっぱい品揃えがあるから。やっぱもううちらは最近サングラスはジェントルモンスターしか勝たんぐらいの感じで、確かにめちゃくちゃ持ってるから、みんなおしゃれさんはぜひ。はい、今日は東京でトミーフィルフィガーの表参道のリニューアルオープンしたみたいでございます。楽しみのパーティーイベントに遊びに行くので、今日はブロックでヘアセットしてもらいました。してもらいました。こんな感じで、イリナちゃんはちょっとナインティーズ意識で、うん、かわいいです。このユニセックスのね、ジャージっていうのをチョイスして、似合ってる、めちゃくちゃ。オーバーサイズに着て懐かしい感じ、ね、ワッフルしてもらってハーフアップしました。かわいい感じです、とても。私はこのオールインワン、オールインワンを着て上にこのベスト、ベスト、かわいいね、これいいね、かわいい。これ刺繍トミー、そう、これ超かわいいよね。すごい使えそう。なんかまあ別に重ねなくてもどっちも使えそうな、かわいい感じ。髪の毛かわいい。髪の毛私もハーハーって言ってもグリングリンに、いいね、巻いてもらいました。自分じゃ絶対できない。確かに、ね。かわいい感じで行きましょう。行きましょう。リニューアル。ここでクリップも撮ったことあるから、そうだね、馴染みの地だけど、どんな風になってるんでしょうか。
なんとランドセルがありました。すごい、プリズムいっぱいある。ベイビー可愛すぎて、めっちゃ可愛いんだけど、ちっちゃい。親子で着れるのがいいね。わかります、トマト。わあ、匂いが。トマトの香りが甘くて美味しい。落ちて。青アビと。懐かしい、ここでも踊った。本当だ。ここでも写真撮った。え、これ普通にみんな撮れる？出来上がり。すごい。すごい。くらいまで。5月末まで撮れるんだって。あ、アンナ着てるやつこれだ。ゆずちゃんのこれ。あ、本当だ。トミーこれ。可愛い。可愛い。メンズっぽくて可愛い。これ可愛い。夏。可愛いね。あ、可愛い。ここで写真撮れるよ。シャツも可愛い。シャツも可愛いね。なんか緑ゾーンだよここ。可愛い。レンズもいっぱい。使えそう、めっちゃ。アイテム数が多いね。選び放題。これ取れたらやば。あ、でも無理そうなんだ。店員さん呼ぶ？え、違う。厳選。やばい。あ、取れた。取れない。あ、無理だ。無理だわ。むずい。無理だった。じゃあ頑張ってみてください。ってな感じでトミーフィルフィガーのイベントは終了。終了。可愛かったね、うん、いろんなパーティーがあってもうファッションもめっちゃ盛り上がってるからチェックしてみてください。皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今日は、4月最後のパーティーですね。はい。ジミーチューの夏のビーチコレクション、はい、のやれたということです。お披露目イベントに遊びに行きます。私たちもこのバッグとこのビーサーも新しいアイテムで、横がこんな2つみたいになってる。本当だ。前にすごい新これ可愛いね。チャームもついてて、ちょっとヘアメイクコーデを紹介します。まずメイク、今日のメイク可愛い。なんかピンクのアイテムが私入ってアイテムにピンクが入ってたり、B さんもピンクだったのでメイクもピンクにしてもらいました。可愛、うん、いです。夏っぽだね、やっぱ色を使うと。うん、可愛 いですね。トップスは、トップスはディーゼルのなんだけど、ちょっとまだ寒いから長袖にしちゃったんだけど、ビーチって言ったら長袖じゃないね。でも日焼けしたくない人みたいな感じ。日焼けしたくない今の。なのに足出してる、うん、夏っぽい。ここそう難しかった今日は。そうね、まだ寒いからね、私たちの感覚が。めっちゃ寒いで。でも夏早く来てほしい。ね。超使えそう。可愛いですね。足元がちょっと可愛いかな今日は。確かに。
あら、爽やかブルー。ギャルじゃん、かわいい。かなり夏っぽメイクだと思います。めっちゃいいね。ブルー。髪型も夏っぽいね、なんか。めっちゃギャルなんだけど。かわいい。ギャルいね。そう、ギャルい感じで。ファッションがシンプルなんだね。かわいいね。私はちょっとシンプルな感じ。結構何でも合いそう。めっちゃいい。超量も変える。今日めっちゃギャル。そうなの。めっちゃいいと思う。海似合いそうじゃない？ね、ね、ね、ね。そうで、ちょっとピンクっぽい。まあ、な色的に夏っぽいかなと思って。ね、デニムに、ね、合わせました。超合わせます。ギャル。かなり使いやすいと思います。はーい。かわいい。行こう。行きましょう。はーい。かわいい。店内に入ったらすぐに。かわいいです、とっても。かわいい。ピンクのサンダルだったり、かわいいビジューがついたバッグ、これめっちゃかわいい。なんか私の今日のバッグも超ビーチっぽい、色がカラフルで、うちにもねブルーがあったりサングラスがあったり、かわいい。ピンクとレッドが今回のテーマ。かわいいね。かわいい。早く夏が来てほしい。ね。はい、ということで、4月の3個のブランドのイベントに YouTube で撮ってみたんですけど。あ、めちゃめちゃ撮れてる。え、どこ？え、え、撮ったんじゃないのこれ。え、めちゃめちゃ撮ったんだけど。がーん。今？嘘でしょ。あ、そう。はい、どうでしたでしょうか、うん、全然違う、まあ、サングラスもあったりね、夏物とか。確かに、ジェントルモンスター行って、トミー・フィルフィガーのオープン行って、今日ジミーチューのサマーコレクションに。楽しみだね、これからの。そうだね、どん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 新しいものが出ていくと思うので、皆様も要チェック、お願いします。お願いします。バイバイ。